スリランカの地図。北中部のアヌラーダプラ、その南東のポロンナルは、島中央部のキャンディを結ぶ三角形が、文化三角地帯。文化三角地帯は、スリランカのほぼ中央に位置する古代遺跡が集中するエリアのことである。アヌラーダプラ、ポロンナルは、キャンディの三都市を結ぶ三角形の中に、シーギリや黄金寺院のあるダンブラ、ミヒンタレー、ナーランダなど、 スリランカで重要な遺跡が多く含まれている。1977年、正論からスリランカへと体制が変換されたことをきっかけとして、国会参照広告局はユネスコに対して文化財保護を求めるキャンペーンを実施した。この活動をきっかけとして1980年には、ユネスコスリランカ文化三角地帯プログラムが設立され、範囲内の 各遺跡で保全プログラムが実施された。その後1982年にアヌラー・アダプラ、ボロンナルはシー・ギリアが国内初の世界遺産に登録されると、これらは文化参画地帯プロジェクトの成果として国際的な注目を得るようになった。スリランカ北部、東北部における文化財保存と活用調査報告書、文化遺産国際協力コンソーシアム、 2021年1月17日閲覧、ありがとうございます。